はい、皆さんこんにちは。今日もバイク乗っておりますでしょうか。今日もよろしく。カメラ買いました。今日もよろしくお願いいたします。今日の動画はですね、普段私元ブログはですねソニーの FDR-X3000 で撮らせてもらってるんですけれども、これは非常に細長くて軽量で、もうこれからもこの元ブログ、このカメラで活かしてもらおうと思ってるんですけれども、悩みに悩んで GoPro10 を購入いたしまして、今日はですねそのカメラテストを本当に元ブログ撮れるの素人がっていう動画になります。今日も皆さんよろしくお願いいたします。ヘルメットはですね今後ともこの FDR でいくんですけれども、この首にブランドやるネックマウント、あれをどうしてもやりたかったんですね。で、理由はちょっと何点かあるんですけれども、今回 GoPro の9と10からメディアモジュラーっていうのがね、このカチャッとカバーかけるやつなんですけれども、まあこれがついてるんですね。確か8もあったと思うんですけれども、でそのマイクがですねモフモフがついてまして、で以前このバイク仲間の動画を見させていただくと、めちゃくちゃ綺麗な音声が撮れるんですよ。もうそこにまず一つ、魅力を感じまして、でプラスこのハイパースムース、確か、10はハイパースムース確かバージョン4だったと思うんですけれども、この手ぶれと音声撮りをどうしてもやってみたくですね頑張って買っちゃいました。でこれからですねちょっとそのサウンド映像撮りをやってみようと思います。で意外とですねこのバイクの音ってね簡単そうで難しいんですね。結構この音取り沼には結構私ハマってる方なんですけれども、どうしてもこの F4 を取ってみたい、このテルミ尿にサウンドの高音をねどうしても取ってみたいと。で以前も動画上げさせてもらったんですけれども、それは鳴らし中だったので回転もまあ上げれなかったので、それも踏まえて今日はですねできるだけ回転を限度内で上げさせてもらって音取りをやってみようと思います。ではカメラ切り替えまーす。全くもってわからない、カメラアングルもよくわからない、あとはこの GoPro10 の広角の画角、これに期待するのみ。そしていい感じで渋滞。バラバラ音入ってますでしょうか。これはほぼテスト失敗ですね。まさか渋滞インプレッションになるとは思わなかった。なるほど、事故小渋滞、巻いたー。でもどうでしょう、ここの渋滞になるまでの間は非常にエンジンがちょっと回せたとは思うんですけれども、まあやはりこの GoPro の、センサーも良くなってきているので、どんどんやっぱりカメラってよく簡単に綺麗に映るようになってきていると思うんですね。渋滞つらということで、急遽下道インプレッションに切り替え、この周りの壁なんかはどう見えてるでしょうか。歪みなんかはこういう壁があるとよくわかる。逆に下の方がよく回せるかも。高温まで引っ張れますので。この4500回転を超えますと、本当にフェラーリのような高音がですね、バッフルをつけてもね音が出てきますので、結構テンションが上がりますよね。はい、今日の動画はですね、ただの渋滞テストになっちゃいましたけれども、まあ下道も上道も、まあ、そこそこ、動画が音が撮れたとは思いますので、ちょっと帰ったら楽しみにしております。まあ、この GoPro もですね、やはりいろいろ物をつけますと重量感も結構重たくなるので、それでも今ネックマウントをしている感じではほぼ首が疲れない、携帯をね首からブランと下げた感ぐらいまではないですね。それとですね、このライトモジュールっていうのがありまして、これも消しゴムよりも小さいぐらいのサイズのライトなんですけれども、これ純正品なんですけれども、この光量が結構ありまして、やはりちょっとね暗い時の撮影なんかには非常に役に立ちますので、こんなも踏まえて、まあ、この FDR よりもこのアクセサリー関係が多い GoPro っていうのはなかなかだなと思いました。はい、では今日の動画はこれでおしまいにします。では皆さん、これからの秋の良いツーリング、しっかりカメラ回しましょう。では皆さん、今日もありがとうございました。バイバイ。